あーじゃいこーじゃいポッドキャスト。はい、大森洋平です。はい、溝下です。どうもー、よいしょ。さあ、はい、どうしていこうどうしていこうざっくり大きく出ましたねどうしていこうかね。どうしていこうかっていう。どうしていこうか。もうなんか今年も終わりやね。もう8月もうなんかね、夏、うん、夏終わってしまうともうなんか終わった感ありますね。あるね。もうだから夏終わって涼しくなっ、もう寒くなってきたらもう終わりやね。うんうんうん。涼しいなって思ったら。もう冬眠に。そうだね。もうそろそろ冬眠かなっていう。そうだね。もうああでも今年もいつも思うけど生きれたな。ってはい、その時に思うね。年末にまた生きてもうた、また生きてもうた、うとてるねえまたうとてるねえって思うわけですよ。いつになったらこれねえ鼻に綿を詰めてもらうっていうかどうなんのかね、はい、どういう流れで僕たちは終えていくんやろうかと思ったりもします。そんなも思いながらも、うん、思うくせにまた九州地方では、はい、大森洋平の新曲がかかりまくってるという、ね、あですよ。もう CM が流れているらしいです、はい、8月の半ばぐらいから、この間今、まあ、収録してるやっとこの間一昨日ぐらいから。なぜ略してラブマンでしたっけ。ラブマン略してない略せてないラマン、ラマンですね。ラマン略して略して愛人やねだからラブマン、ラブマン、まあ、いいですね、愛の男、愛人、そうね、愛人ってあれネーミング間違ってるよね、ラブマンですね。ラブマンやもんね、一番、まあ、まあ、ラマンってことですね。ラマン、そうだね。何語ですかラマンって。ラマンってどうやろうか、フランスだからそういうことじゃないですか。何がじゃないですか。何がどういうこと。いや、ラブマンって意味じゃないですか。愛人って意味なの。愛人の歌あれ。どうなんですか。いやいや、もうただまあ子供の合唱がいっぱいね、素晴らしかったね。だからまあどういう体で子供を入れたかというと、うん、子供の合唱が入ってるんですけど、そうね、まあ子沢山、子沢山、子沢山ラブマン、ラブマン、もうむちゃくちゃなってじゃないですか。どうなんですか、作者としての、そういう意味で意図的にとしての意図は、僕はアレンジやらせてもらったんで、はい、アレンジャーとしては、隠し子、隠し子適当な顔して適当なイメージで適当なこと言うて、いいですね合唱、いいですねってなったけどでもよかったよね。まあ、作者としてはどうなんですか。何がさ、子供のコーラスは、コーラス、子供の合唱はどうだった。子供のコーラスってね、昔からね、入れたいのよ、はい、でも、初めてか、したら僕も実は、うん、初めてです、ね、初めてやわ。そういえば俺これでもね、10代の時からなんかおっさんおばはんのコーラスはね、合唱とか入れたことは入れますけど ね入れたりしてるね。なかなかね、小学生の連れがいないんで。そうだね。でも今回はそういうところ、そういう窓口に頼まないと来てもらえないじゃないですか、うん、僕その辺の子供集めて、うん、おいでおいでって言ったらもう捕まるじゃないですか。捕まる家の近所のね、うん、スーパーの横の公園で ね子供たちいっぱいいますよ、幼稚園から、ね、ちょっと来てーっつって、おいでおいでっつってすぐ捕まるわ。ファンタの町だからおいでーって完全に犯罪じゃないですかそれもうやってることがたとえ歌であろうとね、うん、それはまあ完全に捕まりますよね、でも杉並の合唱団の、はい、で低学年ぐらいの子が言ってたかな、はい、を集めましたとね。あの合唱、その音楽の先生が引率して、ね、子供たち連れてきてくれて歌う、うん、よかった。最初ね、思った時にそのね、引率のね、女性のね、女性がね、方はね、よかったですか。僕はよかったですか。ありです、ね、いいですね。あ、でもだいぶ若かったでしょ。多分お若いです。俺らより全然したいね。もう全然僕はもう、いや、そりゃそうですよ。もっこしでシティハンターとしては、ババのシティハンターとしては目視しない裁判量は目視しないと大変なことになるんだよね、はい、目視しないと全然焦点が合わない、まあ、僕も音楽業界のね、シティハンターを目指すものとしてはですね、うん、でも目視しない、目視最近そうですね、5回に1回か2回ぐらいしか目視しないですね。ちゃんとしてよ僕もちゃんとしたいんですけど、ちゃんとしたいけど、ね、やっぱり心と体バラバラというかね、なるほどね、
ボーディアンドソウル、ボーディアンドソウル、なかなかこうボーディアンドソウルだからスピードがね俺同期だってことにこれだけ気づいたんですけどね。ん、スピードは同期なんじゃないかと。スピードっていうあのボディアンドグループ、ボーディアンドソウル、ボーディアンドソウルですか。そうそう、デビュー同期なんじゃないかな。あ、そうですか。話しておりましたけど、でも彼女らももうそこそこいい年ですね。あの小学校やった子が、小学生やった子が、うん、もう30超えてるでしょ、ええ、確か。あら、それぐらい来ましたよ。だって俺9月、この放送の何日になってるか分からんけどさ、もうまさにこの間合唱に来てくれた子供たちの、うん、お母さんぐらいになってるんですか。そういうことよ。あの子たちが、あのスピードの子たちが ね、ええ、だって9月何日放送かね、分からんね、これね。9月21日で19周年です、うん、音楽でご飯を食べたし、ね、ああ来年20ですね。来年20周年。はあ、そうか、今年19、来年20。はあ、はい。でも今年僕らの兄貴みたいなおっさんが、はい、ああ、ね、何だけなの山さんが10周年山さんがだから1年しか変わらんかったやと思ってさ、びっくりしたわ。20周年、彼が10周年の時僕一回部屋で飲みましたね。あ、ほんと。わし10周年や言うか、そういえばまああれから10年です。95年デビューやったんか、山さんは、ね、俺 FM 福岡でだからね、俺の誰のためでもなくてっていうのがセカンドシングルやったんけど、まだ縦長の時代ですよ、うん、シングルと、はいはい、あっちがワンモアタイム、はいはい、が出たばっかりで、もうすぐ売れたけど。ああ、90、そうか、96年7年のキャンペーン中、はいはい、FM 福岡の待合室で一緒になって、はい、でスタッフが仲良かったのよ、はい、スタッフ同士が。でまあどっちもテレ屋さんやったから、はい、全然酒も入ってないし、ほとんど喋れた。セカンドシングルですよね。でしょ。あ、俺はだから多分それは誰のためでもなくて言えば今でもやってるけど、うん、97年の1月とかに誰のためでもなくて何で変わってる、何で変わってる曲歌う曲も変わってる。あ、そう、あ、じゃあ、そうかそうで、あっちがワンモータイムをやったわけよ、ワンモータイム。大森洋平のモノマネできひんねん。難しいよねなんか、そうそうそう、だからその顔真似しかできないからラジオではできないですニヤニヤしてそうそう、それ交換したのがもう18年前ってことか。はあ、はあ、ひどいな、ひどい。あっという間ですね。あっという間。あの年に生まれた子が、そうか、18歳。そう、だって山さんいくつやったっけ、俺らの。3つか4つかぐらいじゃないですか。だから山さんも24ぐらいで、俺20歳とかや、はあはあ、その時。トゥーシャイシャイボーイ。鼻でか兄やんと小鼻に。小鼻に。小鼻兄やんと、鼻でか兄やんの。会合があったんですけどね、そんなに仲良くなることもなく、結構でもね、あの時期一緒になったんですよ。なんかそのまさかこんな真っ白系の頭になると思わなかったそうやで、真っ黒やったのに、うん、ね。それから19年経ちまして、そろそろですね、また散髪行かないとね。まあね、もうちょっとまた面白くなってきましたよ、ね、面白い今今日だってみどちに会うだけやからもういいかなと思って何もしてもんかったちゃんとする、セットするわ、ちゃんと、ワックスちゃんとムース塗ってください。ワックスですよ、今ムースって売ってるの今俺トレンディーやったよ、トレンディートレンディートレンディーっていうね。でバービーボーイズが宣伝してた、もうその時点でもうなんかトレンディーって言ってる時点でもうなんかかき離れてますよね、なんかその世界と。中学トレンディじゃないじゃないですか。小学校でもいまだにトレンディ使ってるんですか。小学5年生の時使ってるわけあるかい。しかもそんな商品あるかい。道理でトレンディトレンディトレンディ。でもだってさ、その頃だ、俺小学5年の時初めてつけたから、なんかつけたくてムースをそれまあ、モテよモテ覚えてる、トレンディーやって、でだからテレビはさ、君の瞳を逮捕する、瞳を逮捕するとか、あの頃ですよ、うん、三上さんとか、陣内さんとかがもう、トレンディー、それこそトレンディー、ディーそうそう、石田純一とかがさ、テレビそうでしょ。だからやっぱムースのさすがにね、名前がもうトレンディーです、うん、資生堂トレンディーみたいなでバービーボーイズが目を閉じておる、うん、多分かなんかが CM ソングで、うん、やったよ、をつけてた。僕どうしてたかな、小学校でしょ。ああ、うん、なんかつけてた、マセガキやと、
混ぜて、まあ、まあ僕もなんかファーっとスプレーみたいなのは吹いてましたけど、ね、そうそうそう、なんかつけたかったんファーって今はもうファブリーズを頭からかぶってますけど、ちょっと誰か注意してあげてよ、香水ちゃうのにさよしじゃあ飲み行きますかって言って、うん、でいろいろ電気消して、結構裏切って最後ファブリーズ家出るときにあの部屋にするやつあるでしょ、あの服にあるやつじゃないさすがにないんやけど部屋にシューってするあの宣伝でやってるやつあるでしょ、うん、あれを最後に、体に、フォアートレンディー吹きかけてさあ行きましょうっつって、うん、よし今日もトレンディー、いやいや行きましょうちゃうわ言ってね、でね、もうそんなメールください、それ注意してください、違いますよ、もう目開けて目開けてシューってますよ、ね、さんそれは香水ではありませんよっていうちょっとお便り待ってます、ね、なんかこれつけてください、あと帽子とかにもさあやります、あでもそれはいいんじゃない、それはいいんじゃない、布の、そう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 、それはいいんじゃない、でもそれシャーってやってすぐかぶりますけど、シャーってやってあのシャーってやって蓋を閉めるようにかぶりますけど、だからさあれはさ本当は芳香剤というかさ、消臭剤というかさ、そういうものでしょ、きっと、きっとっていうか、まあそうだよね、なんで体にかけるな、僕あの胸元から T シャツの中にシューってやりますけど、だからそれ香水やねんか絶対おかしいやん、ダメなんですかねやっぱり、いやダメじゃないけどさ、そんなダメですかって言われたらダメじゃないけど、たまになんか自分手が臭い時あるじゃん、でも体にかけるのは手が臭い時あるじゃん、あ僕ファブリーズ手にかけてバーって手洗おうや洗っても洗っても臭いんですよ、嘘や、それおかしいやろ、どうしたの、だからもうファブリーズを手に塗るっていうそんなんでいいのかな、まあいいか、色っちやからいいか、だからもうシャワーがファブリーズやったらいいのになと思ってます、うん、風呂入ってシャワー浴びるときも全部ファブリーズでいいんじゃん、いやいやいや寝ちゃう寝ちゃう多分シャワーぐらいの勢いでファブリーズ出てきたら寝ちゃう寝ちゃうやろ多分、たまに風呂入ってもなんか臭いの、鼻が臭いんですかね、何なんあ鼻の中ね、鼻の中が臭いっていうのはあるよ、何なんでしょうね、鼻くそ腐ってんのよ、元はもうどうやね、分からんけど、あでも鼻の中臭いっていうのはさ、言うてたやつおったな、もう地獄ですよねそれねもうでずっと臭い、本元が臭いからねもう世界中臭い、来ましたね、来ましたね、はい、初見で、はい、ぐでんぐでん、はいはい、初見あ萩原健一さんで、はい、ぐでんぐでん、はい、かっこいいね、歌い方かっこいいね、えーって言ってるから、どこ行ったんですかね、ね、見ないですね、最近あんまり見かけないですね、うん、まあテレビ自体も見てないからあれやけど、でもそうね、なんかこういう人、まあ、そういう嫌な時代になりましたね、ね、こういう人いてほしいけどね、ね、うん、まあ言ったら漫才師でいう安さんみたいなもんですよね、横山やすしみたいな人が昔は大活躍したんです、うん、そうですな、今もうそういう人すぐ許さないですよ、すぐ排除させられて、退場させられてね、えなんでだろう、だからやっぱりさ調子乗ってるのがキャラみたいな人もいるから、うん、調子乗せて解いてあげて、調子乗ってるからデビューしたんですよ、ね、そうなんですよ、調子乗せてあげてください、うん、ほっといてあげてください、そういう人はね、だからそういう人やからなんかデビューしたのにそこを疲れて消されるっていう、そう、何でもかんでも呼んで平たくして、うん、ならないですよね、鳴らして鳴らして、誰のせいですかこれ、誰や誰や、出てこい責任者出てこい、みどっちが弛緩するから出てこい、うん、全部脱がすからねえねえ、もう巷ではもっとね、テレビでは言われへんようなこと言ってるし、うん、映せないようなことをやってるわけですけど、ね、そうね、そういうことです、うん、普通の人の方はね、うんうん、そうなのよ ね、 ね、なんでやろうか、面白いのにね、なんかあったらすぐ失言やないよね、そうそうそうっていうのをまた言葉でそれをまた批評して、そうでまたその批評の仕方が悪いってまた誰かがそれ言って、そうそうそう、いたちごっこです、うん、だから人の文句言うの好きやないよね、うん、多分なんでしょうね、みんなストレス溜まってるんですかね、ストレス溜まってんと思う、やっぱり疲れてんね、たまにね、だから、まあ、近所のね酒場に行くじゃないですか、うん、もうみんなもう文句ばっかり言うてる、もうそういうテンション上げて、うん、カラオケガリガリ歌ってるんですよ、ガリガリ疲
疲れてんの。僕らが行く店もあのカラオケあるんで、いつものね、この街のあの労働者たちがですね、もう全力で歌ってるんです。そうね、見たらわ、もう昼間辛いやろなと思って。そうね、ちょっとテンションがね、日々が辛いやなって、テンションがもうちょっと異常な時がありますからね、どこまであれって、あそこまで上げれないですもんね、僕らね。大丈夫かって、ちょっと心配なの。まあ、僕も頑張ってついていこうとするんです、うん、もう途中でやっぱりもう負けますもんね。そうね、うん、ちょっと違うよね、上げすぎ、なんなんでしょうね、てる時あるよね、うん、規制走ってるもんね。まあ、僕らまあステージの上でテンション上がる時はありますけど、うんうんうん、もちろんもちろんね、うん、もうなんもない日はね、そう、もうあと1点目見つめて部屋の角ばっかりずっと見てますよね、じーってしてね、無音で、起きてもね、あの布団の角のなんかあのメーカー書いてるとこずっと何回もメーカー読んでまうのはみたいなね、ぼーっとねどっちもどっちやね、うん、そう聞くとね、どっちもどっちやけど、うん、でもまあ本当こういうなんぼアウトサイダーたちにもちょっと生かしてあげてほしいですね、うん、見たいですよいやだからいろんなものに普段ね、いろんなものにこう蓋をしてるんでしょうね。そうか、うん、見ちゃいけない、やっちゃいけない、うん、僕らまあ、ね、結構僕はまあ蓋半分開けてますからね。そうね、まあ俺も結構もうそうなったね、うん、まあ、若干ちょっと落とし蓋してるぐらいの。そうでしょ、基本開いてますから、ね、そうでしょ、ちょっと閉めといてグツグツ閉めといてもらわんと、もうダメです、逮捕です。あの人らはもう圧力釜みたいな感じで、もう完全に密閉してるから、ドド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 ド。でもちゃんとみんな朝から仕事から変えていきますからね。そうだね、僕ら帰らないですもんね。そうだね、帰れない、帰れない、ね、帰れない、帰り方わからんくなったそうだね、ずっといられるからな。そうですよね、ありがたいのか何なのか、でもまあそう、うん、俺らの歌聴いてくれるといいのかなそう、ダメに変えてんねんけどな、意外とっていうね。じゃあメール、はい、いきます、はい、初めて Facebook のメッセンジャーに来ました、送ってみてくださって、ラジオネームさきぷーさんから、こんばんは、いつも楽しく聞いております、はい、ちょっとした悩みを聞いてください。最近友達から色気がないと言われました、うん、確かに年の割には童顔かもしれません。友達曰くしなやかさじゃないのと言ってましたが、ヨヘ、うん、さん、みぞっちさんは女性のどこに色気を感じますか。また男性は色気がある女性の方に魅力を感じるんでしょうか。教えてください。色気ね、色気っていうのは何でしょうか。ちょっとでも疲れとかも色気やからね。そうですね、うん、あとまあ自信持ってるし、そうね、キラリと自信を持ちつつも、うん、ひたむきさがあるというか、ほう、美しいってやつね、ビューティフルだね。で、あとまあそういうの女性に関してもあれですよね、もう完全にもうあのフェイスブックで今、うんうん、来たんですよね、はい、まあ大体わかりますよね。どこを見たらまずわかるかって言ったら、ほう、まあ、プロフィール見るじゃないですか。ほう、でその人の、うん、まあ、どんどん細かいプロフィール読んでる、ね、覗いていくと生年月日あるでしょ、はいはいはい、そこで、うん、あの生まれの年、うん、書いてない、バッチシ書いてるでしょ、うん、バッチ書いてるでしょ。ね、大体ね、まあ、80何年が多くなってきましたね、最近。ほうほう、女の80何年生まれ、うんうんうん、 そうね、そこまではいいんですよ、うん、俺らぐらいから。70年代生まれの人は、あのみんなね消し出してる、消してるんですよ、ね、だからあかんねん。そうかもね、そうかもね、消してない人もいるもんね。ビシッと40なろうが50なろうが、うん、きっちりそのね、うん、あの生年月日書いてる人は、はい、綺麗な人多いんですよ。ああ、わかる、うん、あの顔が綺麗とかじゃないですか、うん、で自信を持ってるよね。そんなん気にしてない。そうです、そうです、そっちがいいね。大体もうなんかあのエンプティー女はね消しますね、そこね。そうね、消してる人よりだからあかんねん。そうね、確かにそれはそうかもね、別にね、生きてきたことをね、否定するみたいになってるからね、いいじゃないかと、うん、ね、そうかもね。それはまずこれ最初にこれで分かりますね。はい、うん、そうですね、
だそうね、色気、色気って何ですか。80、そうですね、80ね、後半の子はまだ消してないですね。まあそりゃそうでしょう、ええ、だって今どうなってる。30になったらみんな消すんですよ。もうだから終わってるんですよ。もうだから今もう80、その時点で終わってるんですよ。もう85年の子がもう30ってことか。あ、え違うわ、80、そうよね、うん、そうだからもう80年代後半の子はちゃんと書いてますね。もう前半から消えてる。前半消えてきました、ね、マジか、ええ、若いのに怖いですよ。なんでな。だからもう自分でも分かってるんですよね。終わった終わってないよ。そっから消すんですよ。そっからなのに、終わるか終わらないか自分で決めることですから。そう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 、世間が決めることじゃないです。しかもでもね、やっぱり30代からなのにな、綺麗になるの、うん、若い時だから自分でも分かってるんですよ。だから若さだけが取り合ってるなって。ああ、うん、うわそれはおかしくなりますよ、それは、ね、そんなもうね、もうなんとか誰かにもらってもらわなあかんと。あ、はい、もう不安で不安で、もうブル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 震えて圧力我慢の蓋そうそうたまにパカッて開くからドカーンなるですね。なあほら横からおいってこついたらパカーンってもらってあーっつって気をつけよう。だから気をつけましょう。だからなんか言ってましたよね、うん、女の30は男の50やみたいな、うん、ひどいそんなことはないよ。でも、うん、そんなはずないじゃないですか、うん、そんなはずない。なんで、うん、まあ女の子もそれはひどいよって言うのかもしれんけど、うんうん、その頃には、うん、30超える頃にその生年月日が消すっていうのはもうほんまはうすうす分かってるっていうことですよ。だからちょっと認めちゃったねって。まあ逆に言うと誰も言うてないのに自分でそういうこと決めてるってことでしょ。そうそうそう、ダメやな、うん、まだまだやんか、もう30なんて今からやんか、うん、色気なんてそっからでしょ、うんうん、ねえ。で女の人ってやっぱブランドも好きじゃないですか。はいはい。だからもう勝負するとこないんですよ男なんてもうだほらもうねジーパン T シャツだけでもできる男はできるじゃん。まあね、だけどもう女もうだんだん勝負するとこなくなってくるから競い合うとこなくなるから、もうあとブランドもんとかそんなんでしかもうなんか戦えないですね。まあね、うん、そんなんじゃないのにね。で勝手に決めてるってことですよ、うん、まあ世の中だったりもそうかもしれんし、今でもよく前上のそれこそ上の お姉さん方と喋ってた時にさ、うん、服屋がさ、はい、結局女性はもう勝手に世間が決めて、うん、同じ色しか売ってないと、うん、欲しい色があんのに、はいはいはい、要するに出ないの。今年の色これってなったら、うんうんうん、それしか売ってなくなってきてると、はいはい、昔はもうちょっとあったのに。そうですね、まあ、ファッション業界とか水着とかもそうですね。そう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 、だから同じものしか着れないようになってる。もうそろそろ来年の夏のね、あの流行りをもう考えてるみたいな、ね、そうそうそう、流行る前から、ね、流行る前からね、うん、で誰かがね7人ぐらいで決めてるんでしょ、うん、今日今年緑あの全米が泣いたみたいなね、あの公開前に言ってる場合ありますからねそうそうそう、だからみたいなことですね、その操作ね、うん、でもそれも辛いところやね。だから女性のさ、それはそうっすねって思ったよ、うん、だから一番なんかね、なんか見た目でなんか判断するのは良くないみたいなこと言うやつに限ってもうね化粧塗りたくってますからねで怒ったりするしね、もう乳持っとるからねめちゃくちゃですよ乳持るって男で言うと何ですか、チンチンあのチンカップなんかそうだね、ガクトみたいになんかチンカップ入れるみたいなもんでしょ。そうだね、チンケースみたいなねえ何でしたっけ、ちょっと持って見せるやつ、何あのブラ、何でした、ブラじゃないわ、ありましたね、ゴムみたいな素材のやつ、中にいるやつは、あー、何か出てこない、シリコン的なやつ あったじゃないですか、何でしたっけ、何入れるの、あったじゃないですか、流行ったじゃないですか、パッド見たら流行ったじゃないですか、すごいヌーブラ、ヌーブラ、ヌーブラはあれ入れてるわけよ、あれだけでブラでしょ、うん、あれだけで、もうね、あんなおかしいですよね、まあね、脱がしてヌーブラやったらちょっとショックやね、ヌーブラってね、うん、あんま思うんだよね、もうね肌色で作ってたりするわけですでもあれはあれちゃうの、ブラセン出んようにさ、ちょっとでもバレへんようにオフと見せようとしてる、ね、違う、あれはブラセン出んようにしてるだけやもん、あの後ろ最近もうあんま見かけないですかね。そうね、
昔は流行ったね、一昔前の空間。でもあれ服のためやろ、 見えんようにって言うんですよ女は。やっぱ胸があると服が似合うとか言うんだよ、ね、なんでやね、信じてあげようよ、そんなかな、いいやん、ね、だってティーバッグだってそうやんか、あのティーバッグはね、いいじゃない、好きですよ、俺も大好きです。だからむしろあのラインが見えたらなんか嫌や、ね、うん、やらしいからみたいに言うけど、うんうん、見えてない方がやらしいですね、そう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 、ということはそれやなって思うから。そうそうそう、ティーバッグ大好き、大好き。あとなんかね、ヌーブラのなんか偽物が出回ったみたいなね、あ、ほんとかぶれて、かぶれるやつじゃなくて、だけど、いやもうちゃうと、ヌーブラ自体が偽チッチやとっていう。え、でもヌーブラ、うわさ、あれなんちゃうの、だから、え、寄せてものなの、あれ、あれ、でかくするためのもの、あれもうなんか、うん、でかくなりますからね、あ、そう、寄せてるから、ギュッてな、ギュッてやってから貼ってるから、あ、なるほどね。そうか、ドレス、ドレスにね、ドレスとかに、着んねやろ、やんか。でもまあ 色気って何ですかっていう話はちょっとよくわからないですけど、かと思えばね、うん、もう美しく生まれすぎて幸せになれない人もいますから、そうですね、綺麗、はい、な子も綺麗すぎっとね、また本当、誰も声かけてこなかったりとかね、っていうよく聞きますよ、ね、あとあれですね、あの、まあ、これ何の質問でしたっけ、だから色気、話が、あ、色気、色気がないって言われて友達にね、あ、だからやっぱり自信持った方がいいと思いますよ、そうですよ、いいんですよ、じゃあもしその容姿に自信がなければ何か中身で一個、うん、一発なんかね、大したことないね、さようなら、さようなら。あーじゃいあーじゃいこうじゃいこうじゃい